はようございます。台風が明けた朝です。涼しい時にウォーキングに出ています。重点鎮です。本府中自治会館、ここを登ると府中天神様があります。青空が出て綺麗ですね。雨が降った後でなんで川の流れが速いですね。水かさが増してます。柳井までの水道が、そこでそこ書いてあるじゃん、柳井ね、地域で水道ね、そう、水道の管が通ってた。柳井、川がないけどね、あんまり、うん、水不足がね、あって、これって言ったら、ろくろしね、これを暑い、暑いわ、これは、うん、ほんま、そうそうそう、どっかからあのお寺さん来てやるじゃろ、あれ確かね。庭は綺麗なんだけどね、うん、川のせせらぎが、おぉ、たまげた、たまげたで、今気持ちね、あ、今ニョロニョロっとから気持ちとったね、たまげたね、今日だ、今日だ、どうあるか、うん、ジャンゴこれにもなっとるじゃん、よいしょ、なんか鉄砲水って怖いよね、ドーンと来たりするね、あれが怖い、鉄砲水、マジかダメだな、ダメだ、自他運動線じゃまだんだんあるよね、年取ると体がガタがくるけ、この間健康診断があってね、ったあ秋の健康診断、定期のやつでね、あれなんか変な薬物とか扱う人が秋に来てるけど、そうそうそう、うん、いや、あの有機溶剤あるけ、そうやろ、そうよ、春と秋があるからね、大体、うん、雪を出して扱うのが、うん、秋も出るんでね、そうそう、ほんでから前回の体重が67キロぐらいあったんよ、今回61キロだったっけ、どうしてろ、え、どうしたんだったんですか、周りがね、落ちとるもん、え、体重がすごい落ちとるんじゃけど、死ぬんですかねって
いやいやいや、なんか病気ですかね。現場で。ねえ、やっぱり現場仕事やりだしたっけ。違うんでしょうね。っていう話で収まったんですよね。栗がたくさん落ちてますね。お、障害員が。障害員が。障害員ね、こっち側の裏から上がったことは結構あるけどね、表のをあまりまじまじと見たことないわ。普通ね、昔の日本昔話に出てきそうなお寺さんよね。ちゃんと駐車場もね、あるしね。霊障だっけ、霊障って空気がね、澄んどるけ、綺麗に見えるね。綺麗に。結構なんかいいんじゃろうね。男がある。男がある。